もう聞いてよ。なんかもう本当にさ、めんどくせえことが起きてさ、もう言っていい？火に薪をくべていい？なんかね、一昨日の早朝の幕をお母さんが見てたみたいで、お母さんが見てたみたいでさ、もうそれが超恥ずかしくて、もうさ、ほんと恥ずかしくて、それが。でもまあ、お母さんがね、いいセリフ言ったんでね、みんなに共有しなきゃいけないなと思いまして、それもね、言ったんだけど、それもほんと脚色なく全部言うからね。なんかね、いかなる理由が、もうわかんない。いかなる理由があったとしても、人前で、ね、もう声を荒げるだとか、もうそのようなことをするのは、30歳の男性が、やることではありませんと。どのようなことがあっても、ね？まあ、喜怒哀楽の怒は絶対出しちゃいけないんだと。出した時点であなたが悪いんだと。いうこと言われて、もう、返す言葉もございません。本当に申し訳ありませんでした。お母さんにもそのようなね、気持ちにさせてしまいまして、申し訳ありませんでした。まあ、そこまではいいじゃん。そこまではまあ、正論じゃない？まあ、ごめんなさい。後ろからうちの親父が出てきてさ。あいつがまたさ、俺にごちゃごちゃ言ってきやがって。すげえさ、素直に聞いてたのにさ、俺が。すげえ素直に聞いてたのに。なんか、おめえみてえな、なんか、中途半端もんは、何やってもうまくいくわけねえみたいな言ってきやがって。まあ、俺も、ああ、そうだね。でもお母さんがさっき言ってくれたから。お父さんごめんなさいと。ね。そうですよ。まだまだ私は未熟ですよ、みたいな、いなしてたんだけど、俺が、他人から言われて一番腹立つ言葉が、女々しいっていう。もう言われたの。女の腐ったみたいな女々しいぐちぐち言いやがって、って、カチーって来て俺も。おい、てめえちょっと、お母さん。ちょっとお前変われと。後ろにいる田舎侍に変われと。おめえみてえだな。館山に住んでる、田舎侍が、俺のような、な？これ新宿の大都会ど真ん中で、一生懸命戦っている俺に、てめえなんて口聞いてんだと。おめえなんかあれじゃねえか、お母さんのよ、扶養家族でよ、のほほんとは猫と暮らしてやがってよ、バカ誰がと。そこでも大喧嘩ですよ。15年間喧嘩したことなかったのに、ここ1ヶ月で2度のね、大喧嘩をして、しまいまして、言ってやったよ。てめえ、おば、あ、やめてくれよと。田舎侍の小競り合いよ、俺を巻き込むんじゃねえよと。また得意のね、得意の俺の文語、最近親と喧嘩するときによく使う文語を吐いちゃったんだよ。おめえは、なんでそんなや、俺のこと知らねえくせにてめえガチャガチャ言ってんだよみたいなの言っちゃって俺が。そしたらもうまた親父がさ、もうなんか、ヒートアップしてくるじゃん。お母さん、俺たちはとんでもねえ子供育っちまったよって言って。お母さん、俺たちはとんでもねえ子供育っちまったよって。で、俺も成長したんだろうな。その段階でさ、あ、やべえ、また、先月の二の舞になると思って、お父さんごめんと。もうすぐ、もうその瞬間でね、ほんとごめんなさいと。もう、すいませんでしたって謝って、事なきを得ました。ほんと、有給使ってね、また、千葉の館山組んだりまで行って、ね、謝りに行かなきゃいけないところでしたね、本当に。お父さんにもお母さんにも怒られるし、職場のじじいばばあにガタガタ言われるし、俺昨日も怒られたからな、朝一呼び出されてさ、淳一くん、インターネットで喧嘩をしないでくださいって言って、おめえ30歳にもなるさ、大人がや変なわけわかんねえクソじじい、なんもネットのことわかんねえクソじじいにガチャガチャ言われんだぞ俺。返す言葉もございませんっつって謝んなきゃいけねえんだぞ、おい。監視されてないけど、なんかね、すげえ、しかも正論を言ってくるわけよ。別に、何しても構わないんですけど、あんまりそういうことを、しない方があなたのためなんじゃないですかって言われて、すいません、本当にすいません、もう、ちょっと、
我を忘れてましたって。ほんと恥ずかしかったわ。職場の人みんな知ってるからさ、回るわけよ。回る、あいつガチじゃねえかみたいな。あいつガチなんじゃねえかって言われるわけよ。一社会人としてどうなのって言われるわけ。聞くわけよ、またそれが。やっぱ面と向かって言われると、結構心にグスって刺さるの。もう俺はもう、決意を新たにしたね。もう喜怒哀楽のどの感情だけはもう絶対に俺は、嘘。まあなんていうの。自分の本心とは別の、もう一人の忍に言わせようと、思いましたね。本当だよ。やめろ、その技を俺に聞く。親父に言いたかったよ。